いしょー、よっしゃー、それだ。皆さんこんにちは。こんにちは。九州をつなぎたい1、2、3、白沢です。ジャイアントツッチーです。不可能可能です。可能です。九州をつなぎたい。九州森林公園スキー場ということで、白銀の世界に今到着しました ね。ここがね、九州のね、スキー場、はい、大分県にあるです。九十連山があるところなんですけども、でね、ここなんとウェアもそうですし、まあ、もちろんボードとか板もそうなんですけども、あと小物とか、うん、全部レンタルできるということなんで、ほんと気軽にですね、来れるので、じゃあ早速着替えて、着替えて、はい、めっちゃ種類が豊富です。着替えました。よっしゃ、よっしゃ。色がね、いつもの色で、なんかちょっと違います。いやいや、この辺松島さんの気持ちも入ってるっていうことで。わあ、ずっと違うとこにこうやってた。すげえ。ここ九州っすよね。九州、九州。ちょっとどっかで練習みたいなの。そうそう、やりましょうか。一気に行くんですか。怖かったらまた。あれ？ちょっと待って。何？エクソシスト、エクソシスト。いやー、すげえ難しいっすね。難しい。なんかちょっと乗れたっぽいんですけど。よいしょ。じゃあ一発目いってきます。よし。うおい、こんな感じ。もう忘れてきました。よっとよっと、なんか楽しくなってきたぞ。早速。おお、かっこいい。いけるじゃん。いいね、いいね、いいね。うわ、めっちゃいい。うわー、よたいよたい。余裕じゃないですか。いやいやいや。はいはいはい。よいしょ。さすが、10年ぶり。10年ぶり。ね、準備運動は進んだということで、リフトに行きましょう。オッケー。じゃあ、リフト。おお、そういうこと、そういうこと。よいしょ、よっしゃ、それだ。イエーイ。わー、初リフト、初リフト。テンションが上がります。テンションが上がります。九州で見れると考えてですね。知らんかったわ。なんかね、スキーってなんか広島みたいな言う人の、行ってきたみたいなの聞いてたけど、九州で言ったらね、近場にあるじゃん。おー、しついたよ、リフト。こけるかもしれない。こけても、次に。うわー、怖え。どうやって降りると？どうやって降りると？どうやって降りると？うわー、うわー、ごめんなさい。大丈夫ですか？おー、じゃあリフトで2枚登ってきました、まず第一関門ですね。なんと事故が発生して、一つ目のリフトですね。初めてリフト乗りました。初滑り、こうゲレンデ、よし、レッツゴー。下合流でもう止まらず、止まれー。じゃあ行ってきます。はい、ちょっと初挑戦いってきます。もうダメだ、後戻りできない。これやばい。スピードが出すぎてやばい、これ。危ない。いいね、加納さん。よし、加納さんいいね。だいぶ上手くなってない？どうでした、最初の初ゲレンデ。でも
テンション下がってるやんけ。途中見てみ、だいぶちゃんと滑ってたけど。おお、まあでも初めてならすごいんじゃないの。そうですね。よし、じゃあどんどん楽しもうか、リュック。まだ行きますか。あと取ろう。もう5杯行こう。次は一人ずつ飲みましょう。ああ、ね。5杯行こう。結構。さあ、赤野さん一人。おー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 、オッケー。もう行っちゃいますか。上級者、中級者コース。何を言ってるんです か, ま, すかあ、まずカフェ見ましょうよ。ブレイクタイム。疲れます。でもね、あるよ。お見切りサイズ。さあ、一旦休憩ということで。よっしゃ。よし。だけですよね、今すぐに来た。はい、ということで中級者の上級者ゾーンにやってきました。今日が初めてです。はい、参ります。わー、登っていくなー、これすごい。中上級者コースのリフトです。すごいですね、もう森の中ですね、これ。はぐれたら遭難しそうな、まあ、春まで見つからないパターンですね。あいだ、怖い怖い。中、やってきました。角度がやばいぞ、これもまた。行こう行こう、よし、行くぞ。誰も行こうとしない。誰も行こうとしない。おいやおーですね。前が見えない。すげー、全然見えない。ちょっと追います。中上級者コースに来てるんですけど、角度がやばいんすけど。うわー、角度がやばい。あー、角度がやばい。角度がえぐい。広沢さんのカレー丼で、僕のはチーズカレー牛丼。そして疲れた加納さんです。だいぶ疲れました。体がバキバキです。はい、加納さん唐揚げカレーでちょっと手が震えてます。寒いんでしょうね。違う、疲れてて。お疲れです。お疲れです。ちょっとね、今一通り滑り終えて、いやもうお疲れすぎですよ、これもめちゃくちゃきつい。今フードコートで一人、ね、めっちゃね、メニューもあってね、めっちゃありましたね。新メニューもどんどん出てるみたいで、早速いただきましょう。いただきます。おー、チーズがすげー。唐揚げカレーですね。チーズがめっちゃ入ってる。カレーは甘めですね、うん、辛口ではないけど。コメントが九十森林公園スキー場でカレーグルメを九州。ちょっと間違ってた、間違ってた、久しぶりすぎて。結構スノボをやられてるんで。2回目2回目。どうでした、滑れました。
滑りました。2回目根性。もうこけてこけてですよ僕ら。なんです。あ、レンタルですか？いや、自前で。これは自前です。すげえ。じゃあ、あと何回か行かれる感じですか？また閉まるまで行こうかなって。一回もこけずに下まで降りてきます。頑張ります。わー、すみません、ありがとうございます。もうまっ滑れたんじゃね。2周目こんなところに。どうした？ただ単純に体力がきつい。酒が残ってる。酒が足りてない。ゴーゴー。いいねいいね、上手。ふぃお疲れ様でした。どうぞ。よっしゃー。いやー、疲れたな。いやいやいや、もうね、初めてやっぱ使ったことない体の筋肉が痛い。怖いですよね、本当に。真っ白の世界を、ね、風を切って、風を切って止まらなくなってね、怖くなってザーって言ってくる。いや、でも楽しかったです、本当に。この後ね、ちょっと近くに辻温泉があるんで、うん、僕ら、ちゃんと大分の美味しいグルメを楽しんで、そこまでがやっぱ一セットですね。ここで九州森林公園スキー場、ぜひ九州でもね、スキースノボできますよ。自分など雪があると。雪がありますんで、ぜひ行ってみてください。はい、以上、九州をつなぎたいでした。でした。最後に見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしく。次回はこの動画か九州でお会いしましょう。